こんなとこにこんなんあったかみたいな感じで今日は、うん、廃棄処分場みたいな白バイのなんか歩いて、調べた結果結構ね、謎なスポットをね、これですね。というわけで今日もねやってまいったわけなんですが、ですね、今日はこんなとこにこんなんあったかみたいな感じで今日はやろうかなと思ってます。まあね、僕がいろいろその歩いて調べた結果、結構ね謎なスポットをね発見したんですよね。まあ多分予想も多分つかないと思うんですけど、こんなとこになんでこんなんがあるんだみたいな、そういうのをちょっと今日はやっていこうかなと思います。それではスピチューブ始まります。正直納得のいくネタはこの時点ではないのにもかかわらず、先ほどは言い切ってしまった。謎は水辺から始まるという時点がある。水辺には廃材や生物がメッセージを送っているという場合があるということだ。これね、笹ヶ瀬川の河川敷の方になるんですけど、よいしょ、だから廃棄処分場みたいな、白バイのなんかパーツみたいな。事故車両的に隠すべきものな気もするが、道路からもバリバリ丸見えだ。NHK の放送所のようだ。ちなみに鉄塔の長さは 110.3m だ。大きい、大きいというかワイヤーでこの鉄塔を支えてるという。あまりすごくはないが、暇だったら行ってみてくれ。ただそこにいるだけで。
もう一個ね気になるところがあるんですけど、瀬戸駅からね近い場所にあるんですけど、これはすごいやばいかもしれないですね。はい、いう感じです。おそらくね、なんかいろいろ書いてあるんで、水門とかなんかそういうような用水路の結構関係した施設なのかもしれないですね。この施設を囲むように水路が張り巡らされている。何か関係しているのか。わからないですね、これ、はい、おそらくね、水門に関係した施設かなと思います。ちょうどその、川の真ん中にあるっていうか、用水路が交互にあるような感じなんで、昔はもしかしたらこの位置とか川だったのかもしれない。はい、というわけで今日のねスピーチループはこんな感じです。やっぱりね探せばいろいろとありますね。でも、この瀬能っていう、場所にいるんですけど、やっぱりその昔その干拓地とかそういうので水路がいろいろあって、それに関してちょっと先ほどあったようにプラネタリウムみたいなやつとか、あれも多分水門の関係だと思うんですけど、まあね多々あると思います。歩いたり自転車乗ったら見える部分もあるんで、ぜひ、機会があればふらっと自分の街でも、家の近くでもいいんで歩いてみたら意外と気づかなかった部分とか見当たるかもしれないです。はい、それではまたよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。